構渋谷はすっごい人がいるようで誰もいない感じがする。なんかニュース流れてるけど流れてないというか誰も見てないし、次の総理大臣を決める自民党の総裁選挙、自民党の総裁選挙は午後投開票が行われます。ただ流れの中で変わるだけで誰も見向きもしないんじゃないかな。よって岸田文雄君が当選者と決定いたしました。本当に多くの皆さん方の子どもの幸福があったことと存じます。心から感謝を申し上げます。顔が変わっただけのような気がするけど、きっと洗浄してなかったことにしてるんだよね。犯罪ロンダリング、再調査するとか、その行政や司法の対応についてどうこうということは全く言っておりません。何か、変えるとか、あるいはその再調査するとか、そういうことを申し上げているものではない。